会情報デザイン学部社会情報デザイン学科2年、近藤理和です。私のお気に入りの場所は図書館です。フロアによって利用目的が異なっているのが特徴で、勉強の時だけではなく、少し時間が空いてしまった時などにも一人でゆっくり友達と楽しく過ごしたりできます。幼児教育学科の学生用に絵本が置いてあるのですが、ついつい懐かしくて手に取ってしまうこともあります。図書館イコール静かに本を読むところというイメージが強いと思いますが、大学の図書館は使う人の用途に合わせて利用することができます。新しい発見もたくさんあって、私自身さまざまな刺激を受けています。8号館にあるパソコンルームもよく利用します。授業や課題をするために利用するのですが、大学のパソコンには個人では持っていないソフトも用意されているので、とても役立っています。映像制作の編集・加工ソフトなど自分のパソコンではできないこともあるので、卒業した後社会に出ても大学で身につけたスキルは役立つはずです。グループワークの課題もパソコンルームに集まって進めていくことができます。実は入学する前は女子だけってどうなんだろうと思っていたところもあったのですが、授業やグループワークで一緒になるとみんな優しく楽しいし、違った価値観に触れることもでき、とても有意義な時間になっています。大学は授業に課題に勉強で忙しいところと思っていましたが、工夫することで自分の時間も作ることができます。皆さんもぜひ十文字学園女子大学で充実した時間を過ごしてください。